スーテイテイは、明朝第十七代の皇帝。意味名は、ゆけん。病号ははじめは思え衆。後に改めて、起草、一衆、懐衆。死亡は、広ろみつが、商店駅堂、竹明勤つと気分ふんたけあつひ高烈皇帝としたが、清よが、壮烈便皇帝と改めた。また清よは、スーテイテイを明朝歴代皇帝と同じ北京。 小平山に葬り、領母を思えりとした。数帝皇帝像第十五代皇帝であった安政三の第五子として生まれた。典型二年に兄の典型三より新王に封じられた。典型七年に典型三が急死し、その男子が皆溶接していたため、翌、数帝元年に行為を継ぐことになった。即位して、すぐに兄三の下で戦王を振るった。 寒岸義中堅を中殺し、迷信として名高い女光家を登用するなど、国政改革に取り組んだ。当時は北に満州族の後菌が侵入し、南では理事生たちの反乱が多発した、まさしく国事多難の時期であり、スーテーテイはこの状況をたった一人で支えようと、懸命に努力した。スーテーテイは、典型ミカドラと違い、政治に熱心であり、 色ごとに吹けるようなこともなく、倹約を心がけていた。しかし、猜疑心が強く、進化を信用できない悪癖を有していた。即位直後から重心を次々と中殺して回り、特に山海間で満州族からの防衛を一手に引き受けていた間の、あった名称、円数間を中殺したことは、致命的であり、民が滅亡した原因として必ず、 数帝帝の再疑心が挙げられる。在位17年の間に数帝帝によって中殺された重臣は総督7名、順部11名に上り、その他罷免された者も多数おり、このことが重臣たちの著しい士気の低下を招くこととなった。数帝帝は理事政軍に次々と討伐軍を送るが、その討伐軍を組織するため増税を行ったことにより、 急迫した民衆が理事政軍に加わり、全くの逆効果であった。数定17年、理事政の巡軍は北京を包囲し、3月19日に北京は陥落した。前夜から、数定帝は息子たちを資金城から脱出させ、即室と娘たちを自ら手にかけて殺害し、集合号の自害を見届けた後、気球を知らせる金を鳴らしたが、文部書官はすべて逃亡し、 君則に参じたのは、観岸の王将のただ一人であった。ここに至って資金城の北にある影山で首を吊って、自殺した。去年三十四理事生の命令で、後期秘伝修営の墓が開かれ、数帝帝と修皇后が合葬された。娘の長平公主を切るときは、ああ、そなたはどうして皇帝の女に生まれてしまったのか、と泣いたという。しかし、 泣きながら振るった刀が急所を恐れたため、講師は左腕に傷を負ったのみで一命を取り留め、王将恩の起点で、至近城を抜け出した。影山の数帝定時外の地に建てられた碑文、ありがとうございます。